はい、チャオカメです。今ですね、日本株が大きく急落をしていますよね。一時1300円近くですね、2日間で大きく下に向かってですね、まあ暴落と言ってもいいんじゃないですかね。2日間で1300円ぐらいですね、下がったんであればですね。で、今後もですね、夏枯れ相場に入りをするんであればですね、もしかしたらさらにですね、大きく下落をする可能性があります。特にね、この後話しますけども、8月9月というものはですね、大きく株価を下げやすい そんなね、えー、データがあるんですよね。これについては後ほど解説をしますが、そうした中でね、逆を言えば大きな買いチャンスになる可能性があります。特にここまでですね、上がっていく日本株をですね、指を加えて待っていた投資家にとってはですね、ようやく、ようやくですよ、お現金をですね、キャッシュを株に変える。つまりエントリーするですね、えー、タイミングが近づきつつあると言えるんじゃないかなと思います。特にこういった時は、より 良い銘柄ですね。良い,い銘柄を探して、それをですね、賢く、したたかに、そこで拾っていくというやり方が一番いいんじゃないかなと思ってますので、今日はですね、えー、そんな特集をしたいと思っております。そういった特別動画になりますけども、日本株、ついに夏枯れかというところで、チャートをですね、しっかり分析をしながら、ここが大事ですよね。えー、何でもかんでも紹介をするとですね、やはり高値圏にあってですね、全然下がっていない銘柄もですね、 まあ数を増やそうと思って紹介してしまったりするじゃないですか。やはりそれだと意味がないので、チャートでしっかり分析をして、割安になっている良い銘柄を厳選してお届けしたいと思っております。ただ、ま、もちろんですね、まだ、えー、下落半ばなので、ここからさらに暴落したら買いたい4銘柄ということで、今日はね、えー、ご紹介したいと思っておりますので、よろしくお願いします。まあこの、ねえー、急落暴落はですね、えー、この8月続くんであれば、 まあ、定期的にですね、えー、この暴落ら解体銘柄特集をですね、えー、していきたいと思っておりますので、ぜひね、皆さんもコメントで、皆さんが考えるですね、えー、良い銘柄であったりとか、注目銘柄、それからですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、まずはね、今現在のおさらいなんですが、冒頭で話した通りですね、日本株は2日で一時ですね、1300円の下落ということで、 大きくですね株価が調整に入っています、まあ、いろんな理由がありますが、まあ、それについてはね、レギュラーの普段の動画の中で詳,せ詳しく解説をしているので、ここでは割愛しますけども、やはりね、日銀の政策変更であったりとか、あとはね、米国のインフレがですね再び懸念されつつあるというところであったりとか、あとはフィッチによるですね、米国債の格下げですね。 えー、あとは、ね、いろんな理由がありますかただやはりもう一つ、ねえー、ここで押さえておかないといけないのがこれですよ8月、9月というものはです、ね、そもそもこれは米国株の、ねえー、S&P500 のあくまでデータにはなりますけども平均月次パフォーマンスですね1950年の1月から2020年の5月までのストックトレーダーズ アルマナックってですね読みづらい、うん、よく構わずに話せたなと思うんですけども、まあ、そこがですね出しているデータによれば、ですねこの3、40年ぐらいになるのかな、の月次の S&P500 のパフォーマンスをですね積み上げていった結果、ですねこの8月、9月というのは、ですねやはり株価を大きく下げやすい、まあ、難聴になりやすいと、うん、いう、まあ、そういったフェーズなんですよね。うん、だから、まあ、過去のですねデータ だけを見ればですね、この8月、そして来月もですね、かなり、うん、警戒が必要。場合によっては、ここでねえ、しっかりと利益、き出しをしたですねえ、個人投資家は再びここでね、安値で買い、増やせるって言いますかね、うん、あとは買い戻せる、まあ。そういったタイミングにもなりやすいということになります。もちろん、毎回毎回10回あれば10回必ず下がるっていうわけではないのでね、もちろん偏差もあると思いますしね。ただ、 平均値を出すと、これだけはっきりと、例えば11月、12月に比べるとね、下がってるんであれば、やはり確率論だけで戦おうと思えばですね、ここはしっかりと、まあ、割安な銘柄をね、えー 拾っていく必要がありますし、そのためには、やはり7月にちゃんと液出しをしておくっていうことも非常に大事になるんですよ。だから僕は7月はね、えー、液出しをして利益確定をしますということを話してきたんですけども、まあそういったことはね、ちょっとレギュラー番組の方に置いときまして、じゃあ実際にですね、えー、今日ご紹介する4名柄ってことで、ちゃんとちゃんとですね、 ちゃんとちゃんとの味のもとということで、チャートもね、お見せしながら話していこうと思います。でまずはね、えー、そんなですね、えー、暴落が起きて、さらなる下落が訪れた場合に、買い増したい、もしくは狙いたい銘柄の一つ目はですね、キャノン電子ということになりますね。まずはチャートの方を見ていこうと思うんですが、ごめんなさい。大きくですね、2100円近くまで上昇した後ですね、今は、えー チャートをですね、えー、まあ軟って言いますか、急落させていますよね。でもうすでに25日そして、えー、75日移動平均線まで、えー、大きく下がって回り込んでいますので、200日移動平均線までですね、実は、えー、下がってきているんですよね。ただ200日移動平均線で大きくですね、えー、まあ、下値を抑えられて再びですね、えー、ここで反発しそうなそういったチャートの動きになってはいます。ただ。 日本株がですね、えー、何度も冒頭から繰り返して話せる通り、8月さらに下がるんであれば、この200日動平均線もですね、えー、割り込んで下がっていく可能性があります。その場合はですね、うん、まあ暴、暴落時にですね、買い仕込みたい一つ目の銘柄として、まあ、上げてもいいんじゃないかな、ということでご紹介しました。ただね、同じように狙ってる、う個人投資家もいっぱいいるような感じはしますね。信用倍率40倍近くありますので、 ただ、もちろん、まあ,あ、良い銘柄だと思いますので、えー、反発期待もね、えー、下がれば下がるほど出てくるんじゃないかなと思います。で、このね、キャノン電子ってあまり知らない人も多いとは思うんですが、例えばね、今、えー、この宇宙開発って言いますかね、えー、非常に活性化していますよね。 ま、あそのうちですね、スペースノイド、つまりニュータイプも現れてですね、コロリーなどが出来上がっていくとは思うんですが、そしてね、その先にあるのはジオンということになるんですが、今その手前ですよね。で、この H3 ロケットとかね、えー、まあ小型衛星、まあ、このあたりの宇宙の衛星開発にもキャノン電子のですね、えー、部品などが使われているということがホームページにも書かれていますので、 まあ今後ですね、えー、こういった、えー、宇宙進出、もしくはね、宇宙開発のところでも、まあ、強みを発揮できる銘柄になっていくんじゃないかなと思います。そして、2023年に向けてね、売り上げの方も拡大傾向ということで、えー、株単査の方の、ね、データに、えー、ありますし、一、えー、株益もですね、えー、きちんと2019年から一度もですね、えー、最終益もですね、赤字転落をしていないということがわかりますので、まあ、ほとんどコロナのですね、えー、影響を受けていないと。 いうところはかなりすごいんじゃないかなと思います。僕もね、えー、毎週毎週、10、20とたくさんの銘柄をね、分析をして皆さんにシェアしていますけども、やはり百貨店であっても、ーモータビリティであっても、パルプ、紙、いい化学、まあ、あらゆる、ね、銘柄を見ても、このね、20年とか21年のコロナの影響を受けている銘柄がほとんどです。むしろですね、えー、ちょっとまあ下がってますが、ほとんど、まあ影響らしい影響を受けていないっていうのはですね、 まあ逆に利益率が上がってるのかな、うん。まあそんなような形にも見えますから、まあね、かなりいい、まあそういった形では、うん、まあその製品力といいますか、開発力が世界の中でね、突出してる、他に競合ではね、まねできない会社にとも言えるんじゃないかなと思います。そして続いて2つ目の銘柄ですね。こちらが NIDEC ですね、えー。旧日本電産と。 いうことになります、まあ、こちらはですね、えー、直近ですね、えー、売り上げ、えー、増収増益になったのか、増収増益になりまして、えー、株価を上げたんですが、今のですね、えー、急落暴落のですね、えー、局面を迎えて、株価を下げて、 25日移動平均線までですね、下がっています。この下はですね、実は200日動平均線の方が上にあります。それはなぜかというと、それだけここまでね、えー、ずっと株価を押し下げてきたからというのがここからわかるんですよね。ただ、えー、ここまでね、えー、下がってくれば、それはそれでね、えー、今後買い場になる可能性もありますし、まあ、何よりですね、えー、このニデックは、ここまで非常に厳しい売り上げ、そして、えー、営業益ですね、えー、叩き出していたんですが、 なんとですね、えー、この E アクスルですかね、えー、という開発をですね、えー、これは EV 開発に必要な、えー、まあそういった、えー、モータビリティの、まあ、ギアですね、減速器とインバーターを組み合わせたものらしいんですが、まあ、詳しいですね、えー、こういった仕組みについては、ホ、えームページで皆さんの方も見てもらいたいんですが、まあ、これによってですね、えー、一気に、えー、車載事業ですね、 110億円の黒字転換を、これまでずっと赤字だったんですけども、したということで、非常に注目を集めて株価が上がったと。ま、直近押されてますけども、ま、もちろん、だから明日とかね、明後日会話ですよっていうわけじゃなくて、あくまでもね、冒頭から話してきている通り、このタイトルにある通りですね、次暴落したら、ま、このまま暴落が続けば、ま、あ会話になるんじゃないかっていう銘柄として、話してはいますけどね。ただま、これもですね、今後売り上げに貢献しそうだと。そして今、ニデックね、 再び、まあ、M&A を加速化してきていますよね。まあ、これはね、永、えー、森会長がですね、再び代表に復帰しましたよね。これによって、えー、もう一度、この NIDEC、旧日本電産を復活させるんだと。そして、後継者よりも、やはり自分が前に出て、強い日本のために最後まで頑張るんだという発言をしましたよね。非常に心強いですし、 まあ、長森さんはね、えー、最近よく叩かれてましたけども、結局、経営者は、結果が全てですからね。うん、そうした中で、まあ、やはり、ぬるくてついてこえなくなった社員を、一部リストラをするってことは、まあ、い方ないですからね。そうした中で、残った社員に対して、再び歓迎をして、確か年収もね、100万とか、増やせるという、まあ、そういったニュースもありますよね。もちろん、私は社,社内の人間ではないので、本当のところはわからないですけども、 最高益になっているということで、まあ、かなりね、やはりいい、素晴らしいことだとは思いますけどね、結果が出なければ、潰れてしまうわけですから、そうしてしまったらですよ、お意味がないですからね、えー、ゴーイング・ゴン,ン・さん継続経営ってことが、やはり市場命題なわけですからね。まあ、そんなリデックはですね、さらにアメリカのですね、えー、米製装置メーカーを3社も買収をしていると。今後もますますですね、M&A を続けていくと思いますので、 まあ、ここからですね、反発も期待できるという投資家はね、先ほどのチャートを振り返りながら、合心でいろいろ調べてみても面白いんじゃないかなと思います。ちなみに、繰り返しになりますけども、リデックはですね、ここまでずーっとー売り上げをですね、低迷させてきたんですが、V 字回復ということでね、えー、3点営業益ですね、最終益が3.7倍、人壁益も3.7倍と、営業益は2.2倍という形で、まあ、かなりですね、えー、営業を、 数値を上げてきてますよ、ね、営業益を上げてきているとだからかなり筋肉数になっていると、まあ、売り上げは下がっても営業益がむしろお高まっているというのはまあその無駄がなくなってきているということになりますよねもちろんそれは社員のリストラあとはね、えー、自主的な、えー、自主退社もあったと思いますよただそういったことをいとわなかったと、うん、これはやはり経営を立て直すためには必要不可欠なのでねまあ周りはいろいろ言いますけどもじゃあね、えー、まあ例えば まあ、良くないですけども、今はね、あまり評価良くないですけども、カウロス・ゴーンとかもね、えー、これによって一時的に、えーまあ、悪者になってですね、えー、そして日産を立て直していきますよね。まあ、そういったことを考えると、まあ、必要不可欠なあ、まあ、絶対悪だったのかも、必要悪だったのかもしれないですね。そして、三つ目の銘柄としては、うん、高島屋ということになります。ちなみに、まあ、長森さんまだ現役ですからね、経営者としてはね。 引退はしていないので、まあ、必要枠、今でも必要枠として存在していると思いますね。で高島屋もですね、今ここに来て難聴になりつつありまして、このまま下がっていってですね、そうですね、1850円ぐらいまで来、えー、ればですね、まあ、一つ目のエントリーポイントとしては、まあ、えー、結構魅力があるんじゃないかなということでご紹介しました。まだまだちょっとね、えー、こっから、えー、8月中旬、下旬に向けて、日経平均が難聴になってですね、まあ、下がることを前提にしてますけども、 一方でね、高島屋はやはり氷が今非常に好調ですし、まだまだインバウンドですね。ここからさらに広がっていく、そのインバウンドですね、ニーズが広がっていくと思いますので、需要がですね、期待できるんじゃないかなと思います。まあ、高島屋はとにかくですね、えー、前年同期で12.8%の既存店売上ですね、店舗売上ということで、まだまだ拡大余地も十分あると思いますし、まあ、高島屋のね、チャートを今回代表的にお見せしてますが、 まあ他のね、百貨店銘柄、それほど下がってなかったんですよね。直近一番下がっている高島屋を紹介しますが、もちろん松屋だっていいと思いますよ。あとは三越スタンだっていいと思いますし、丸いグループだっていいと思います。まあ皆さんの方でね、この先、本当に急落暴落が続くんだったら、どれが一番下がるのか、どれが一番チャート的に魅力なのかっていうのを探してみるというのもね、いいんじゃないかなと思っています。ちなみにですね、売り上げの方も少し少しですね、えー、まあ、でもそんな、 上げてはいないなですねむしろ下がってきてるように見えますね。2020年から2024年にかけてね。うん、売り上げは下げているということになりますね。ただ、直近、最終益は、うん、拡大しているということなので、まあ、この辺はなぜなのかな。うん、営業利益が、えー、拡大するが、売り上げは下がっているというのはね、えーまあ、もしかしたら、まあ、これも筋肉質にしたとか、まあ、あとはね雇用,雇用調整、助成、えー、雇用の助成金ですよね、を活用したとか。 うん、あとは、まあ、その、不採算店舗をね、100店事業ですから、調整をしたとかね、まあそういうことがあるかもしれないですね。もう利用している方はね、ぜひ教えてもらいたいなと思っております。なぜ売り上げが下がっているのに、これだけ利益体数になっているのかということをね、えー、と思います。コメントでぜひ教えてください。ということで、ね、最後のね、4つ目になりますが、こちらが任天堂になりますね。えー、任天堂はもう皆さん知ってる通り、非常に増収増益で、えー、ゼルダもヒットしたと。 ということで、まあ、僕がゼルダやった頃はね、ゼルダの伝説とリンクの冒険、どちらもね、えー、ディスクシステムですよ。おゃ屋さんに行くとね、こうやってでっかいディスクシステムの、ね、装置があって、そこで2000円くらいから1000円くらい払うと書き換えてくれるんですよね。まあね、えー、よくあれで遊んだもんですけどね、えー、確かスポーツのね、えー、例えばベースボールかな、系のゲームはトレードとかそれでするとね、 えー、全部バクるっていうね。まあこれはちょっと余談なのでこれぐらいにしときますけども。まあそんな任天堂ですね、売り上げ非常に良かったんですが、むしろですね、株価は下げてますよね。面白いですよね。まあ材料を出尽くすってこともあると思いますが、もう25日移動平均線を超えて75日に今接近しています。まあ、もうちょっとね、急落暴落が続いた場合にですね、この株価を押してですね、 このお200日のエキスあたりですね、5800ぐらいまで来ると、一つまあ魅力的な会話になるかなと思いますし、もしくそこからさらにですね、押して5200円とか5000円ぐらいまで下がってくる可能性もあります。そうなるとまあ前回下値になりますから、このあたりもまた第二の会話としても面白いんじゃないかなということでご紹介しました。何よりゼルダの新作とマリオ映画が好調ということで、売り上げは最高益ですからね、1800、 10億円ということだよね。ただやはり材料出尽くしで一旦は難聴になってますが、あと利益確定でね、まあ下がってきたところは、まあ面白いんじゃないかと、会話としてはね、とは思っています。売り上げもですね、過去最高益になる予測ということで、えー、今ね、出ていましたので、まあ、ここからですね、えー、もちろん赤字に転落したこともないですし、えー 面白いかもしれないということでね、あと皆さんの方で色々調べてみたらいいんじゃないかなということでご紹介しました。今日はね、えー、急落暴落がこの後続いた場合にですね、えー、解体銘柄4 0 0ということでご紹介しましたが、皆さんも知ってるね、えー、これが面白いとか、この銘柄いいんじゃないかってものが、ね、ありますので、ぜひまたコメントで教えてもらいたいですし、えー、このね、えー、難調な相場が続く限りですね、まあ、週にいい 1>, 1回、2回くらいですね、このいった特集をですね、ちゃんとチャートを分析してね、えー、本当に魅力的な、えー、動きをしているものに限って、厳、まあ、選してお届けできたいと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いします。それでは以上です。高速で。